はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は今更ながらなんですけれども、有料コンサルティング、私が行っている中国から商品を買い付けたアメリカアマゾンで売りましょうというコンサルティングのサポート内容について話をさせていただきます。さて早速話をさせていただきますが、通常は6ヶ月間の個別指導、6ヶ月間のサポート期間の中で動画カリキュラムをお渡しします。そのカリキュラムを見れば基本的な流れっていうのはわかるようにしてます。ただカリキュラムってあくまでも大枠で、みんなに共通してお話しできることを話しているだけで、実際はこの次チャットワークですねのやり取りっていうのがメインになってきます。6ヶ月間、例えばこの商品どうでしょうかだとか、商品ある程度調べたタイミングでチェックしてくださいみたいな感じで提出していただくだとかで、商品のリサーチだけじゃなくって、あとは注文書だって事前にチェックしますし、商品ページ作りするときの下書きだって私の方で見ることはできますし、とにかく文面のやり取りだけではなく、ファイルの送受信っていうのもチャットワークできますから、動画カリキュラムっていうのはむしろ実際の商品リサーチだったら、商品リサーチの作業を進んでいく中で補足的に見ていただくものですよね。だからカリキュラム見てから作業を始めるんじゃなくて、作業をしていく中で必要な該当するカリキュラムの動画を見るっていう流れで進んでいきつつ、チャットワークで普段からやり取りをするっていうのを行ってるんですが、それプラスアルファ、私コンサルタントとして2019年1月から完全に独立したんですが、独立してからこのスカイプの画面共有っていうのを設けました。スカイプの画面共有して何するのっていうことなんですが、商品のリサーチ始め行き詰まると思います。だったらスカイプで画面を共有しながら一緒に商品リサーチ1時間やりましょうっていうことで、まずスカイプを使っていくこともできますし、あとは出品アカウントですね、アメリカアマゾンのセラーのアカウントの取り方って大きく分けても2種類の方向で取るやり方があるんですよ。どっちがいいのかっていうのもちゃんと話し合った上で、事前に資料などもしっかりと用意していただいて、身分証明書のコピーなどですね、用意していただいて一緒にアカウント取っていきます。カリキュラムの中でもアカウントの取り方って話してるんですが、 Amazon のシステムって本当流動的で、カリキュラムの動画とそぐわない内容とか手順が変わったりとかするんですよ。だからこういったことっていうのもリアルタイムでスカイプで画面共有しながら進んでいきます。あとは初回の出品登録ですね、 Amazon のセラーセントラルと呼ばれる管理画面上でどうやって出品登録するのか、はじめよくわからないと思います。この出品登録に関しては別途動画も出しているんですけれども、実際の出品登録カテゴリーを選んでどこにどう入力していけばいいのか、バリエーション登録どうするのかっていうことは、またこれもカリキュラムの中ではお話ししているものの、しっかりとスカイプで画面共有しながら一緒に作業していくという形を取らさせていただいております。あとですね、生徒さんの三好さんという方から、これ先生もっと事前に言った方が生徒集まりますよみたいなことをおっしゃっていただいたんですけど、それがこの専用動画解説ってものなんですね。初めて申し上げますけど、生徒さんが調べられたリサーチ表をチェックして、でその解説っていうのをその生徒さんのためだけに動画を撮影して行います。これ事前に先生アピールした方がいいよって言われたんで、申し上げさせていただきました。要するに一言で申し上げると、ダブルチェックをがっつり6ヶ月間やっていくっていうことが大切なんですよ。商品、この商品こういうメリットがあるデメリットがあるっていうことだけではなくって、商品の注文するときに何ロット何バリエーションでどの商品をどう出すかだとか、そういった細かいことに関しても全部ダブルチェックをすることによって、初めから危ない橋を渡らないようにする。そうしないと、じゃあ適当に注文書出してくださいねっていうことは楽ですけど、実際の注文書っていうのも3ロットずつ出すのか4ロットなのか5ロットなのかとか、いろいろな迷いポイントがもう無尽蔵にあるわけですよね。そこのポイントっていうのを一つ一つ一緒にチェックしていくことによって、なるべく安心して、なるべく前向きになるべく楽しみながら物販っていうのを進めるような体制っていうのを整えています。次に、これサポート中の生徒さんからよくいただく質問なんですが、勉強会だと講習ツアー、再ツアーっていうのを私は決行しているというか、もう開催しているんですけれども、この月1の勉強会だとか随時希望者が集まったら開催する講習ツアーやタイツアーっていうのは、もう一度生徒になった方は永久に参加できます。サポート期間が終わった後でも勉強会に参加できますし、ツアーに参加できます。逆言えば、勉強会やツアーっていうのは生徒さん以外は一切参加できないんですよね。理由は簡単で、その生徒さんだけのツアーにした方が生徒さんにとって緊張の度合いが減るからです。あ、みんな生徒なんだっていう状況の
ツアーの方がいきなりその単発で来られたね外部の方がいきなり混ざってるツアーと比べるとやっぱり交流っていうのはよりしやすいと思うし、より緊張感っていうのはなくなると思うんですね。あとはですね、これも意外と質問されるんですが、代行会社に関してももちろん仲介しますよと。で、代行会社に関してちょっとこれ新しいニュース1個ぶっ込ませていただくと、中国、アメリカに関しては単発で買い付けを行えるところと月額制で買い付けを行うところ両方ともあるんですね。それは生徒さんご存知だと思うんですが、今までタイに関しては私最近タイツアー開催し始めたんですよ。もちろん中国がメインですよ。基本的に中国の商材でいいじゃんっていう感覚持ってるんですが、タイっていうのもまあ一つの刺激を受ける場所としてはね非常に有益だなとは考えているので、タイツアーっていうのもちょこちょこ開催してるんですが、今まではタイから商品を例えば日本に輸入するってなった時に月額制の代行会社しか紹介してなかったんですよ。ただ先日タイの物販の重鎮とお会いしてきて、いろいろと商談を重ねまして、その単発で要するに月額制とかじゃなくて買い付けするタイミングで所定の手数料をお払いして買い付けることができるという単発のタイ日本の物流に関してもようやく確保できそうです、4月ぐらいから。なので今後は代行会社に関してはやり始めのそんな頻繁に買い付けないときは単発の方が絶対お得ですから、思いっきり毎月何回も買い付けるってなったら月額制のところも紹介しますが、とにかく代行会社っていうのもベストなところを紹介します。それだけじゃなくて写真撮影代行会社っていうのも、先日中国の動画をご覧いただいた方は見てると思うんですけど、中国に行ってその写真撮影代行会社の人と、通訳を交えて商談とかをしてきましたので、そこでしっかりと撮影させていただきたいと思います。あとは他にはですね、追加でプラスアルファなんですが、日本からアメリカの FBA に納品するための輸送会社も紹介できますし、アメリカの国内の倉庫っていうのはもちろん紹介できます。アメリカの国内の倉庫っていうのは、例えば売っている商品が返品されて、それを一回ラベル貼り直さなきゃいけないだとか、もう一度検品し直さなきゃいけないっていう時にここに送るんですよ。で、検品してもらって、またここから FBA にの再納品してもらう、そういった会社っていうのも紹介することができます。というわけで今回はコンサルティングの全体像といいますか、サービスの内容ですね、について話しさせていただきました。気になる点ありましたら、ぜひコメント欄に書いていただければと思いますし、直接問い合わせしたいという方は動画下の説明欄にある問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。また今回の動画少しでもご参考になりましたら、高評価チャンネル登録の方お願いできれば幸甚でございます。最後までご清聴くださりありがとうございます。失礼いたします。